例の噂によりゃお前らは大吾をはめて無所にぶち込んだんだったな。俺はあいつをガキの頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを東城会六代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。足は洗っても俺は結局根はヤクザだ。身内に手出した相手がどんな奴だろうが、やられたらやり返す、そういう性分なんだな。あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから、恐れ入りますよ。ん？ローさんの目の前で俺を倒せば、あんたは西洋界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いて。四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。四代目がタイマン張ってくれるとなりゃ、こんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い！
野郎。取れ。これが堂島の竜。俺もここまでですね。今からどうあがいたとこであんたらから逃げることもできねえ。さあどっちが俺をやるんです？あんたか、それとも老さんか。桐生さん、この場は私に任せてもらえるか。私は息子を殺されているんだ、このカムロ町でな。そうでしたね。言い訳をしないんだな。だがやったのはお前ら東城会の極道ではない。私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕、岩見常雄だ。岩見常雄、クルス会長の息子が。あの男は東条会の頭を自分に都合よくすげ替えるために我々をカムロ町に引き込み道具にした。そして用が済むと私の命を狙い、息子はその巻き添えになって死んだ。何だと？この染谷も東条会の菅井もその後ろに岩見常雄がついているからこそのチンピラに過ぎない。つまりこいつらは殺す値打ちもない連中だ。そんなこと言ってると
後悔しますよ、ローさん。あんた、自分を殺そうとする男を消しもせず野放しにする気ですか？たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら、私は寝る暇もなくなってしまう。私の命を狙う人間は星の数ほどいるんだからな。この場であんたを殺すことは簡単だが、それは東城会といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して私を狙う蜂を増やすのは馬鹿げている。俺がほんの少し大きいだけの蜂だと？そうだ。その上あんたは今殺されなかったことで私に大きな借りができるな。借りだって？俺がそんな恩を感じる男じゃないと言ったら？それはそちらの自由だ。だがあんたを生かすことで私へのリスクは減りこそすれ、増えることはない。なるほど。それが長年組織を相手に頭を張り続けてきた人間の考え方ってわけだ。だが岩見常雄にはこう伝えてもらおう。息子の仇を取るためなら私は寝る暇どころか全てを失っても構わないとな。今日のところはいい勉強させてもらいましたよ、ローさん。四代目桐生さん、あの男への扱いに依存はあったか？いや、何もない。私もあの男とのやり取りを見たおかげであなたという男を知ることができた。そもそもあなたをこんな場所へ招いたのはそのためだ。あいにくだが、俺はあんたを知るためにここへ来たわけじゃない。タズカーのことを聞かせてもらおうか。俺がこんな場所まで来たのはそのためだ。タズカーはなぜあんたらに殺されなきゃならなかった？あいつがやった西洋会への裏切りってのは何だ？残念だが、タズカーの裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋会に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だがな。何だと？もっとも辰川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら辰川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。あの子の本当の父親は他にいる。なんでだ？なんでお前にそんなことがわかる？まさかお前は遥のことも知っているのか？私から今言えるのは、神室町で抗争している組織にとってあの赤ん坊が重要な価値を持っていること、そしてその価値を知る人間がますます増えているということだ。ハルトの価値ってのは何だ？あの子の父親は一体誰なんだ？多分その電話には早く出た方がいい。あんたが思っている以上にあの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。あ、キリュウの兄貴、ユータです。広島でまずいことが。何があった？
清美さんから連絡があったんす。うちの親父さんが春人を連れて姿消したって。広瀬の親分が春人、どういうことなんだ。俺にもわけわかんねえっす。もしもし兄貴、聞いてますか。ユータ、広島に戻るぞ。今すぐにだ。怪我なってね。やるな。Ugh!
手間取らせよ。
キリュウの兄貴。待たせたな。あれから広島の状況は変わらねえか。何か新しく分かったことは。今も広瀬のおやっさんとは連絡が取れません。ハルトをどこかに連れてったきりです。あのおやっさんが土下した言うんじゃ。なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃ。ローが言うには、ハルトには何か隠された価値があるって話だった。え？そしてハルトの父親は達川じゃないらしい。なんじゃと？そんな。ローと話したことはおいおいお前らにも話す。今何より広瀬の親分を探さなきゃならねえ。ほいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。松永と高頭の話だと、本家の連中も広瀬のおやっさんのこと探しとるらしいんですわ。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水？あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分を。よう分からんが、ローって男の話を真に受ければ坊ちゃんがなんや大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。本家の狙いも親父さんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島に戻ろう。広瀬一家の連中、松永と田頭は無事なのか。大丈夫です。今本家に見つからないようモレノで鳴り潜めてるって言ってました。モレノか。危なっかしいの。広瀬の親父さん探しとんならいずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃが。たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても、広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。カムロ町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。